ばんは。あ、こんばんは。はいはい。ゆるゆると始まってます。居酒屋タックルズです。はい、どうもどうも。大丈夫ですね。画質が昔のテレビっぽい。暗くしてますからね。はいはいはい。はいはい、YouTube まずいな、マークなんで、そうですね。まずは、ね、YouTube の審査がようやく通った。はい、パチ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 。ということで、おめでとうございます。やった。石破さんの。ただ、そんなに浮かれられない状況ではあるんですか？そう。基本的に今までの再生回数とか、うん、高視聴時間数は無収益なんですよ。おう、これからなの？これから、だから審査通った昨日から再生された数が収益化されるんで、うん、あ、そうか。そう。そうだね。今までのやつはゼロ。うん、なるほどね。まあ、ああいう動画上げてるのが公式だと認定されたけどね。あの、似たような動画を日本で上げてるやつらとは別だと。そうっていうのをやっと、うん、やっとできて、ただその広告にふさわしくない内容の動画が多いの。そう、なんかでもそれの判断も絶対 YouTube の AI がやってるから、うんうん、何で判断されるの？え、全然分かんない。エロはエロで広告入るんでしょ？だってはい、ダメ。でもダメなんですよ。エロもダメなんだ。エロダメだっけ？何がいいの？ヤクザもダメなの？ヤクザもダメなやつといいやつがあって、うん、だからそれもよく分からなくて、あの新宿 の、うん、あの殺人未遂のやつがダメだったんですよ、うん。人が生きても生きてるよ。そう、だからその判断がよく分かる。いや、殺の字が入るといけないんじゃない？分かんないですけど、でもあのフェラーは OK だった。あ、フェラー千代田ってことなんだよね。それ両方だったの？略してるから正義なんじゃない？そういうことだね。いやいや違うと思うよ。結局さじ加減が分かんないっていうか、コンピューターの判断は多分もっとすごいバカなやつだと思うんですよ。あの、あ、ツイッターがあの文脈関係なく殺すの字を使うだけで止められるみたいな、すごい単純なシステムでやってるんだと思うんですよ。ツイッターもそうだよね。そうそうそう、あの、ん、不適切な表示されませんみたいな、あれは分かんないよね。まあ AI だよね、うん、絶対に。沖手さんが凍結されてましたよ、ちょっと。凍結されたの、なんでそんなことやってたっけ？5年ぐらい前にタクシーが遠回りして、タクシー許せねえ、殺す。あ、それか。あ、殺すわけがないのにって。殺すわけないもんね。殺害宣告とって。ああ、マジで。でもあれで、あの YouTube とかさ見ててさ、あの、暇の時やっぱ見ちゃうわけですよ。で、あの、そうなんだ。うん、見る見る。で、なんだっけな、一人でなんかどういうのを見るんですか？要はラジオとかテレビの天才とかじゃなくて、あの YouTuber 的なコンテンツを見るんですか？そう。で、しかも、あの、日本人がやってないやつを見ますよ。あの、やっぱ南米の人たち、人は、人のいたずれ。目的で見てるじゃんね。あの、なんか、エロい人が出てきて、なんかいたずらするわけよ。あの、なんか、だから、ほら、カップルが来て、うん、洋服屋に入りました。うん、で、店員が結構ちょっとエロい人が出てくるのね。うん、ものすごい、もう南米の人だから。うん、で、もうそれだけでも。彼氏が、おおとなっちゃって、喧嘩して、それが YouTube で、あの、ヒャヒャヒャみたいな、このいたずらみたいなやつ。なんとか TV って言うんだけどさ、もうでも日本語に訳してほしいからさ、うん、もうコミットしたからね、In Japanese please って日本語でお願いします。なんかすげえ怒ってんだよ、南米の人。コミットしてんだ。そうそう、コメントしIn Japanese、 いや、いちいちで1回だけで、1回だけ何言ってんのか分かんない、なんで怒ってるのか分かんないけどさ、ものすごいんだから、マジですんげえのが出てくるからさ、うん、もう大好きなティーバッグ出てくるからね、うん、あ、もうこれやべえのか、うん、じゃあちょっと無料で大丈夫そうな時事ネタからいきますか、何か。もうなんかもうずっと吉本ばっかり。ありすぎましたね。いや、もうずっと本当にだから、うん、もう見たくないんだけど、私は 見ざるを得ないんでね、仕事だからさ、うん、あんまりにも。なんすか、伝説のマネージャーにいやらしい目で見たりとかしてるんですか？なかったね。見ようと思ったけど無理だったね。ちょっとあの髪の毛がなんでボサボサなんですかね。うん、岡田敏夫にとよく言われている伝説のマネージャー。ああ、似てるっちゃ似てる。伝説のマネージャーってなんだよって。俺ずっと思ってたらさ、なんかテレビ番組で誰だっけ、うん、友近さんじゃない、なんか誰か言ってたね、うん。伝説のマネージャーって何やねんみたいなこと誰か言ってましたね。うん、あ、女性のヒロミかなんかのゲストかな。うん、うん、まあ、ちょっと覚えてないけどね、俺も、何やねんとは俺思わないけど、うん、誰なんだこの人と思ったね、うん。伝説のとかなんかね。天才編集者とみんななんか伝説のとかつけたからね、うん、みんな ね笑っちゃいますけど、他人に言われた肩書きであってもその辺は名乗ると、いや本当にそう思うよ、うん、本当にそう思う。だから伝説かっこ悪いよっていう、かっこ悪いよ、うん、やめてくれって思うよね、本当、うん、頼むからやめてくれと思うよね、うん、なんだろう、
水木有沙が肩書きを伝説の少女にするようなもんですよ、ね、本当にいやいや、お前が伝説なわけだよね。まあ、歌のタイトルですからね、うん、やめてほしいよね、うん、伝説とか天才とか本当に、うんうん、人が言う分にはしょうがないけどね、あの天才作家とかさ、うん、分かりますけど、うんうん、勝谷の元マネージャー、そうそうそう、それ今日ラジオで話した話ですね、 TBS ラジオで吉本問題軽く聞かれて、うん、やっぱ一回騒動を起こしても OK になっちゃうとエスカレートする問題っていうのがあると思ってて、それが島田紳助が勝谷正彦さんのマネージャー、女性マネージャーに暴行した時に事件化もされず、で帰国子女で態度が悪かったっていうんで現場で評判悪かったんですよね。なるほど。でよくやってくれたみたいな感じで紳助株が上がった部分もあって、それでそうか支持されるんやぐらいのゴーサインが出ちゃったと思って、へったの暴力振るってもみんな守ってくれるし、こっちに筋通ってればみたいな感じになっちゃったと思うんですよ。あ、それが多分、うん、あの生放送での暴行事件だの何だのにつながってエスカレートしていくきっかけの一つだと思ってて、なるほど。で今回の騒動にしても、うんうん、あのオフホワイト騒動が、はいはい、おとがめなく行っちゃったことで、はいはい、エスカレートっていうか、うん、大丈夫やろ逃げられるやろっていう、本当のこと言わないでもいいやろになっちゃった部分があると思ってて、ってこと、そうそう、東京03は評判悪くないから問題になったわけですよ、むしろ、うん、ねでね、悪くない人がああいう目にあったっていう、あでも覚えて、まあ、思い出しちゃったけど、うん、あの島田紳助さんがさ、この引退した時に、うん、俺あの荻江チケ君のラジオに呼ばれた時にさ、うん、本当ムカついてたからさ、うん、もう継承なしで行きますねって言ったこと覚えてますね、うん、なんか虎の意を軽くするって一番嫌いなんで、うん、ん俺のバックには極真連合がつい、うん、連合会がついてるんやっていうさ、うん、まあ本当だったわけじゃないですか、うん、もう一番嫌いなんですよね。でなんか矛盾というか、なんかちょっとモヤモヤするのがたまにね、もう赤ちゃんさんまさんとかさ、うん、仲良くしゃべってやれとか言うじゃないですか。さんまさんのコメントがいちいち的確で、うん、本当にすごいと思ったんですよ、うん、あの位置にいる人が、うん、のコメントとして本当に見事じゃないですか、うんうんうん、あの後輩の守り方もそうだし、うんうんうん、加藤浩二間違ってないみたいなことを言ったりとか、そうだね、そう、まあ、まさにで、みんながなんとか元にもも、ね、うんうんうん、なんとか元に戻そうとした時に元に戻るわけがないと、うん、こうなったらみたいな、うんうん、俺も来年吉本いるかどうか分かんないぐらいの、うんうんうん、そうね、そう、あの距離感すごいなって本当に思うんですよね。まあ、うん、あれだよね。それに比べてだからね、各紙に出てきた島田紳助コメントが本当にひどかったじゃないですか、うん、俺もそう思ったよいや、なんで出てくるのって思ったし、うん、で、いまだに見解、うん、多分お笑い論とか語ったりとかいろんな話したら面白い人だと思うんですよ、うん、まあ、もう分かりますよ。ただ、うん、ね、反社会勢力との交際で、うん、ね、やめて、うん、なおかつね、パワハラ暴力のオンパレードだった人が、うん、そういう騒動、なおかつ社長会長ともすごい仲良しで、うん、そうだよ、多分沖縄とかの、ね、うん、吉本の支出とかにも関わってそうな、うん、まさにかなりあのね、黒いグループの一員だった人が本当だよな、この騒動を語るのって、いや俺もそう思ったけど、明らかにあれだし、いやあれだよ、もうじゃあおかしいじゃんだってさ全然ダメですよ。いや2011年に防犯条例が施行されて、うん、みんなビビっちゃったわけですよ、芸能界、うん、みんなね、だからもう切ったわけじゃないですか、うん、島田紳助さんはね、うん、でもすごい才能があるってみんな言う、うん、もうそうでしょう、才能ある、もちろんもちろん分かるんだけど、この件に関してさ、ベラベラ喋るのおかしいですよ。だって、うん、いやいや、だって、うん、その防犯あのね、反社と言われてる人たちとの関係で大問題になってる時にさ、まあ、まあ、繰り返しになっちゃうけどもさ、うん、反社と付き合いで辞めた人がさ、うん、なんでベラベラ喋ってんのって俺思うけどね。どんな才能があったとしてもね。うん、ね、吉本がクリーンになったとか言った後で、いまだに社長とか、ね、会長とかでゴルフ行くて、そこがクリーンじゃねえよ、全然違うよねいや、だ吉本ちょっとおかしいですよ、うん、あれは、ね、みんな家族だと思ってるのにみたいな発言で、うん、みんなが違和感を表明してるときに、う
ね、あんな家族やんっていう。そう、いや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 、家族だから、家族に弁護士入れるのはおかしいし、うん、家族だから契約が曖昧であってもそれは家族だからみたいなことを親戚が言うほど、こういうところが問題でみんな怒ってるんですよっていう。そうそうそう、本当そう、まあまあ、そこに気づかないんですか。その通りですね。だから、うん、で、まあ、島田紳助さんもあのベラベラ喋んない方がいいですよ、うん、本当に。あ、だから、ま、わきまえてないんだろうな。本当にファミリー好きな人なんだなと思いますよね。紳助ファミリー。そう、だからあのヘキサゴンファミリーっていうの、うん、あの俳優さんでいるじゃないですか、あの皆さんがさ、うん、親父とか兄貴とか言って慕ってる人たち、気持ち悪いんだけど、うん、いや本当に気持ち悪い、うんうん、申し訳ないけど、ヘキサゴンのファミリー、ね、セキアンっていうファミリー、あの辺本当に気持ち悪いわ。だもうだから、だって、いやもう最低なことしてますけどね、うん、僕からすれば、うん、島田紳助さんって、うん、あヤクザとの付き合いない、うん、あったら腹切るっつってめちゃめちゃ次に出てきたよ写真が、うんね、出てこ腹切ってないでしょ。まあね、これは僕も常々言ってる、腹を切るという人ほど腹切らないもんで、それ僕も常々言ってますもん、絶対切らないからね。それはカメラ行くもそうだし、そうそう、それじゃあ大山正達総裁もそうですよ。そうなの、日本が負けたら腹を切るって言って、まあ、大山さんはまあまあしょうがない。腹切るわけがないんですよ。そう、絶対で切る人は言わないで切るからな。それでもう、だからもう、その本当に、まあでもね、うん、まあね、だから、赤嶋さんまさんもなんかあんまりゲラゲラ、まあ、紳助さんと電話で話したって、あんまり言ってほしくなかったっていう気はしますけど。でもね、やっぱりラジオ聞くと、見事ですよ、本当に。でしょうね。本当に見事。あ、僕も聞きましたよ。あの見事だし。違法 YouTube ですけど、聞きましたけどね。うん、はい、紳助を上げるような発言ではなく、紳助、うん、復帰計画があったみたいな話とか、うんうん、基本余計なことしか言わないし、うん、いやいや、赤嶋さんがあのラジオめちゃめちゃ大事にしてる、あの僕アニマガジン時代にさ、あの人が東京 FM で番組やった時に、あのなんか合同記者会見があってさ、うん、であのアシスタントが佐藤珠緒さんなんですけど、うん、赤嶋さんがやっぱり僕の原点はヤンタンだって言ってたのは、うん、だから東京 FM って、うん、FM って当時はね音楽を聴くっていうラジオだったんですけど、あの11だったんだけど、もうトークで全部喋るって言ったのがかっこよかったですよね、うんうん、前田五郎さんをゲストに呼んでください、さっき発表されましたけど、うん、ロフトプラスワンで僕のトークイベントのゲスト前田五郎が決定しました。嘘だ、本当に、本当です。どこから、あ、大阪から来るの？大阪から来ても多分ペイできるという判断になり、ゴーサインが出て東京吉本本社のすぐ近くで前田五郎が、本当に、吉本にはもっと黒いやつおるやろうって話を多分ずっとし続ける感じ。すげえなー。いつなの？いつやんの？俺行こうかな。聞きに行こうかな。いつやんの？多分吉本のスパイが。あ、じゃあやめとこうか。いや、全然入り込むと思いますよ。いや、それは入り込むでしょう。うん、だって、うん、プラスワンですか？プラスワンだったと思います。プラスワンでしょ、うん、その大箱でしょ、うん、一番早いでしょ。何月だろう。さっき告知をリツイートしましたけど、よく見て、ロフトないんだ。ロフトない、渋谷か。あ、遠いわ。渋谷どうだ、本社から8月21日俺はすごいね、ロフトプラスワンが良かったな。プラスワンが一番入るんですよね、うんうんうん、そうそうそう、うん、プラスワン200人、うん、まあ、150人とか200人が入るからね。そしてスケジュール表に書いてなかったことが今判明という。怖い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 。元気ですからね、前田五郎さん、うん、見ました、あのおしどりまこの応援演説。あ、見てない、見てない。見た方がいいですよ。すごかった。全然おしどりまこの話しない。ずっと中田カウスはヤクザやって話してる。路上で。関係ないじゃん。関係ないだろう。最高ですよ。関係ないだろう。うん、あ、これだ。おしどりまこさんも失敗しちゃったんじゃね。うん、あの応援最高。久田さんの好きな YouTube で拡散されてますよ。何がですか。ああ、おしどりまこさんのやつ。その応援演説、うん、あ、見て、うん、うん、東野さんも反応してましたよ、あれはやばいって。ああ、そうね、東野さんもクッションになってますね。ダウンタウンファミリーだと思われてる今田東野のバランスが面白いですよね、うん、そうですね、今田さんが結構、うん、言ってます ね社長会長に厳しいことを言ってます、ね、東野さんも絶妙なバランスを取りという。東野さんはね、本当吉田君にすごい、うん、似てるっていうか、本当バランス感覚がいいですね、うん、まあ、うん、僕年同じなんですけど、うん、1回しか
一緒になってないんですよ。あの、うん、正義の見方って番組なんですけど、うん、ただめちゃめちゃ好感度がいいですね、あの人ね。それこそ丁寧な人ですね。千原兄とか香港さんとか、うん、結構ゴリゴリの右側に今傾いてる人が、うんうんうん、あの周辺に出てきて、うんうん、そうね、吉本がかなり、吉本自体が保守的な活動が増えている中で、うんうん、そう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 、見事なバランスの保ち方をしているなと思いますね。貴重ですよね、うん、東野さんと、うん、今田さんも貴重ですよね、うん、だなんかさ、 YouTube、 その YouTube でもちょっと見たけどさ、うん、なんか知ったかみたいな人がさ、うん、なんかあの吉本興業のなんかほら岡本さん社長とかさ、うん、藤原副社長、実はダウンタウンマネージャーだったみたいなこと言ってるんだけどさ、うん、それすらも知らなかったの、うん、みたいな人が挙げてるんですよね、うん、バカじゃないなと思って、うん、それはもうダウンタウンファミリーですよ、うん、吉本って。ダウンタウンがねのし上がるにつれて、うん、周りの人も上がっていって上がっていったことですよ。だから、うん、僕にずっと抗議してた候補の人も岡本さんの部下だったからね、うん、名前言わないですけど、あのガキの使いあらへんでも出てきた人だし、ね、うん、だからダウンタウンはしょうがないですよね、うん、あの会社側につくのはね、うん、大崎さんと岡本さん側につくのはしょうがないですよね、うんうん、東京の吉本はもうダウンタウンで出てきたようなもんだからっていうことじゃないですかね、うん、新しい地図、マツコの件知ってる？明日の文章に知らないです。知らない。なんだろう、文春オンラインとかで記事になってるんですか？文春届いてなかったかな、届くんだけどな。僕は D マガジンにようやく登録して、文春新潮来るんだけどな。能町さんの連載が読めるようになりました本当、なぜかあのなんだっけ、ブロマガだと読めない。あ、そうなんだ。そう、吉本興業大崎館長が加藤浩次に激怒、絶対に許さないへえ、じゃあもうやめた方がいいんじゃ、やめても全然いいんじゃないの、新しい、うん、もうでも文春か、許さないんだ吉本だ。今フライデーできんだからね、だからフライデーも会見来てなかったんですかね。フライデー来てない、フライデーの質問なかったですよね、うん、なかったです。だからいやできんですもん、うん、フラッシュもそうじゃないかな、うん、だ高段者グループはね、うん、だそういうことやるから書かれちゃうんだよね、うんうん、あのできんとか言うと余計に良くないですよ、多分、うん、向きになっちゃうからね。高段者もでかいからね、うんうん、なるほどね。それでツイート転載したら10万払えて野本さんが潰れてたね、うんうん、ああ、そうですね。まあ一ツイートなんか転載してなんか記事にするのは本当やばいだ、うん、やばいでしょ、ね、よくわかんない。いやだからさ、あの著名人の人のツイートをさ、うん、貼り付けるってさ誰でもできることだからさ、うん、それだけで記事になってるから、ね、うん、いやいやあるじゃない、あのどこの、うん、まあちょっと思いつかないけどさ、あのアカウント名、匿名アカウント名は僕しょうがないと思うんですよ、あのこういう子もありますよってことでね、うん、だちょ、著名人の人のやつはもう著作権だと思うんだよね、うん、はっきり言って、うん、それはダメだよね、野町、うん、さんがこんなこと言ったってあなた取材してないでしょっていう、うん、だからツイートは転載、吉田君がこんなこと言ったみたいなさ、うん、僕も転載されたことあるんですよね、うん、まあ、あ吉本といろいろ表面化する中で最も反対な場所にいるタレントの一人のように見えたけど誰も無傷で言えないってことかって、マツコさんがジャニーズ絡みで何か、うん、こう思ってるわけですか、被害を。いや、こう思ってることなんですかね。まあそうそう、まとめサイトがね、まあ僕はちょっともうちょっと嫌なんだよね。淘汰されるべきだと思ってるけど、うん、ただ普通のポータルサイトでもやってるとこあるからね、メジャーなとこでもね。フライデーのキャバクラ写真をなんで真実、まあね、僕もツイートでも書いたけど、何単純にね、謹慎ならわかるけど、うん、ね、ヤクザ関係の営業で、うん、クビにする、引退させる意味もわかんなければ、うん、ね、キャバクラで写真撮っただけでそこまで追い込まれる意味もわかんない。ああ本当だね、うん、嘘ついたからっていうイメージの悪さでみんなかなり追い込んでるけど、うん、これ悪事としてそこまでの悪事じゃないよっていう、まあまあ新助と同じケースにしちゃダメでしょう。ダメダメ、いや全然違うよ、島田新助さんは全然、うん、もうだってはっきり言って、あの密接交際者ですよね、あの人はね。
ただ宮迫さんの場合は、うん、おそらくだけどね本当にちょっと撮ってって言われて撮ったような気がするわ、うん、あのそういうの六本木のクラブで結構あるから、ね、うん、見てるからね俺ね、あこの人あえ大丈夫かなみたいな、うん、撮っちゃってるんだよね、うん、写真金もらってても問題ないと思うけどね、金もらったかどうかが今ね問題になってるけど、まあ、金は分かんないね、だからもうそれも真っ向から反対してるから裁判するんでしょ、うん、裁判しようとしてるんでしょ、だから裁判するのいいんじゃないですか、そう、嫌いだからいなくなってもいいけどそれはフェアじゃない、だから本当そうなんですよ、単純に僕もそね今回の騒動で印象的なのが意外と吉本芸人の方接点あるんですけど、うん、宮迫さんも論文も僕接点ないんですよ、うん、全然接点ない2人が追い込まれていくっていう、だからあの2人の肩を持つも何もないんですよそもそも、うん、交流もないし、論文は比較的印象いいけど、うん、宮迫さんは別に印象良くないし、うん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 、でもこれは違うよねっていうだけの話で、うんうんうん、好き嫌い関係ない話ですよね、そうだね、うん、もちろんそうだね、うん、好きとか嫌いとかね、うん、こういう身体かけるとこになったら関係ないからね、うん、まあでも講談社も結構向きになってくると思いますよ、うん、あのうんね、わざわざ面会に行ってましたもんね、うん、福岡まで行ってるからね、うんうん、いやあれは向きになるでしょうね、うん、まあ実際もらっあその前の営業はね、うん、50万100万もらってたのは本当だったわけですからね、今のテレビ局株主発言が風化してしまった、いやあまあそういうこともあるのかな、あくまでもこれは会見のスケジュールをどうするかという問題であってて、うん、絶対違うだろう、あまあそうなんだよねそうじゃないよねいや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 全然文明がだから圧力でしょって言わない、明らかに認めちゃいけないポイントポイントだよな、が3点ぐらいあって、うん、そこだけは絶対に譲らないという確固たる姿勢が見えた会見ですね、あれはもうね、うん、あの津田大介君もすげえびっくりしちゃったツイートしてたけどさ、うん、これやばいだろ、俺もびっくりしちゃったあれは、うんうん、財販財協5社、10社が株主だから大丈夫だとかってさ、うん、それはあくまでも会見のスケジュールのね、うん、時間の裏かぶりとかの問題みたいな、そんなことはないっつって、そしたらさ本当放送局テレビ局の意味がなくなっちゃうね、うん、真実を放送するかってなくなっちゃうじゃないですか、まだ無料でいいのこのぐらい大丈夫ですよ、全然もう全然いいじゃない、まだやばい話してないですもんね、いや全然してないですね、うん、あ吉本そうだな、これじゃなっちゃうと本当に無料営業になっちゃいますよね、さんのピュアワークで本当ね、会見は人間性が出るんで、ね、そう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 、ああいう人間性のいい人を置いたのが完全な勝利で、いやいやいや僕はね松本さんがどこまでのね、どこまで読んであの社長会見を組んだのかも分かんないし、まあ、組んだも何も最初から決まってたと松本さん言ってたけど、ね、ああ組んだやつ、うん、ああそうそう最初から決まってたですよね、どこまで読んでたのか、こうなるって分かってたのか、あれはね、まあでも、うん、ワイドナショーではあの、うん、ね決まってたって言ってたもんね、うん、だけどあの岡本さんが言ってたのはさ、うん、でも関西のあるタレントからも電話ありましたとか言ってたじゃない、うん、だから関西のあるタレントって相当な大物だと思うんだよね、うん、だから上沼恵美子ぐらいの、うん、うん、かなとかね、あと松本さんとあと、うん、さんまさんに言われてやりました的な感じだと思ってたんだけどさ、本当ね宮迫さん一人で会見したら絶対こいつ嘘ついてるみたいな空気になってたはずなんですよ信用できないとか、なるほど、信用できる人がガリガリになって切実なことを言うっていうあのリアリティはあれはね圧倒的だったじゃないですか、いや圧倒的だったですね、その翌日に明らかにあの声色から何から、うん、あの人間性が出た感じの人が、うん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 、怖い顔で怖い声で、うんうん、のらりくらりと語られたら、うんうんうん、これは動画見ただけで子供が見てもどっち信用できるかってなっちゃうじゃないですか、まさにね、ただ一回、ね、もう初めにさ岡本さんが泣いた時にさ、うん、あこう来るのかと思って、うんうん、だから全然違ったね、うん、あの僕謝罪っていっぱいしてるんだけどさ、うん、間違ってるのがなんか 100% 純度の謝罪しないと無理ですよ、うん、岡本さんってめちゃめちゃプライド高いと思うんですけど、うん、あれだと無理ですね、うん、なんか謝罪の仕方の悪霊が、うん、あそこに詰まってるんで、まあだからうまく話せる話せないの話じゃないんですよ本当に、全然素人だって誠実さは伝わるんでちゃんと話せば、そう
そこを出す気もね、だからとにかく墓穴を掘っちゃいけないというそうなんだよことだけで頑張ってたからそうだからいいんだよ、うん、あの噛んだりとか、うん、あのそれいいんですよ、うん、でも一生懸命話せば、うんあって伝わるんです絶対に、うん、こっち側にもでもそれでもなんかもうなんかそれ言い出したら亮さんだって喋れる側じゃないですよ芸人としてはいやいやでもだからこそのリアリティがあったよねそうそういうことそうだから見れば喋る人ないじゃないですかむしろ下手じゃないですかそれだからそれなんですよ、ね、で岡本さんも宮迫さんの仕切りのうまさとか出てましたよ、うん、あの能力、うんうん、まあね演技のうまさとかは出てた、うん、だからあの一人だったら本当にまあな叩かれてたと思う。そうね。まだまだ。やっぱ演技じゃんみたいな。絶妙でしたね。うん、見事。いや、田村さんはすごかったですね。田村さんは、どう見てもやっぱり本当に見えるし、うん、本当だと思いますし。ね、僕がよく言うね、ショールームで2時間話せば人間性出るって、うん、本当にね、うん、10分ぐらいだったらいくらでもごまかせるけど、うん、長時間になるとボロ出るんですよ、絶対。うんうん、なるほどね。うん、なるほどなるほど。ってフルで見れるような時代になっちゃうと、うんうんうん、人間性丸分かりですからね、うんうん、まあそうだな、うん、よく分かんないけど信用できるかどうかはなんとなく分かるって、うんうんうん、そうそうそうだね確かにねそうそうそう、うん、で多分ね岡本さんとしてはね、どっかで間違えちゃったと思う僕は思いますよ、うん、あのほら白いブリーフでガキ使で出てた時の顔つきとは違うもん、うん本当に男の顔は履歴書であるってね、大谷壮一が言ってた通りだと思いますよ。どっか間違っちゃってる気がするんだけどね。あそこまで悪人側になるとはっていうね。もう本当にそう思うよ。と思って。悪っていう。ねえ、ねえ。いやもうなんかもう、同い年なんですよ、多分。凄まじく悪い。あんなし、もうすごい、もう60ぐらい見えるんじゃないですか。うん、あんなでもなんか、やめるわけにはいかないと思うんですよ。そうそういやいやそうでしょうね僕の勝手な読みだと、うん、やっぱりこの政府絡みのビジネスに深く関わってるからそうなんあと誰かに告げないんだと思うんですよそう、うん、だって4月に社長になったばかりだブラックボックスにまで踏み込んじゃってるような状態で、うん、っていうふうに僕は勝手に解釈します、ねうん、俺もそう思うよだって、うん、いやあの政府の仕事しててさ、うん、教育のプラットフォームを作るわけでしょ、うん、NTT と何とかっていうプラットフォーム、うん、そこの責任者なわけだからね、うんあのまあ、会長と社長がね、うん、それ4月になったばっかでさ、うん、辞めちゃったらさ、うん、その会社どうなってんのってなるに決まってるんで、うん、もう辞めないと思いますよね、うん、辞めさせないんじゃないの、うん、むしろやめるべき流れなんだけど、うん、やめたら終わりだと向こうは考えてるんですね。そう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 もちろんもちろん、うん、あだから100億円投資したのどうなっちゃうのこの流れで教育事業撤退してくれとか政府のやめてくれみたいな、ね、本当に僕もそのかそういうような思いだけども、うん、吉本がそれをやったら負けだっていうようなそう向こうサイドはそう思ってるはずでいかにそれをやらずに着地させることができるかっていうのを今は模索している大崎さんと大崎さんはやめないと思うんですけど、うん、岡本さんはやめないと思うんだけど正直でも落としどころって、うん、社長の首切って会長だけは残留だと思うんですよそうだねそう。それ以外道ないじゃないですかうん、そうすると加藤さんも辞めないで済む加藤さんもね多分妥協すると思うんですよ間を取る、うんうん、で全員を丸く収めるのはそれしかないで岡本さんもあ、うん、松本さんも辞めないとそうそうそうでまあ大崎さんだけ、うん、残って、うん、岡本さんは降格まあ、副社長か何か分かんない、うん、平取りか分かんないけど、うん、それが落としどころだと思うんだけど、うん、そうすると加藤さんも、ねまあなってなってそれしかないはずだけどそれすらできないのかどうなのかっていう、ね、あそれあるんじゃないのかなって気がするけどね、うん、いや大崎さんが残ってればいいんじゃないのって感じするんだけどね、うん、だって岡本さんって単なる恫喝する人じゃん本当に評判悪いですかね、まあ、本当に評判悪いよね凄まじく評判悪いよね複数僕聞いてますよ本当に僕も単数で聞いてますよ、うん、僕あの TBS ラジオでは自粛しましたけどあいつはヤクザですよぐらいに言ってますよ、うんある人は許せる本当にクズですよ許しましょう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 俺も聞いてるんだよここからは有料放送になるので、うんはいまだ入会してない人はぜひ入会してください、はいはいはい、であと YouTube の方もまだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録お願いします今 URL 貼ります、うん